急遽の呼びかけにご対応いただきましてありがとうございます。それでは新型コロナウイルスに関する県と市長の合同会議を始めたいと思います。それでは知事よろしくお願いいたします。先ほど昨日の国が出した全国に対する緊急事態宣言を受けまして、皆さんも急な話でしたから戸惑いがあったと思います。それを受けまして、自分自身感じることは、今こそ有名県が進めてきた県市町の連携、これを発揮する時だというふうに思います。今日から5月6日までの勝負、これはもう全県一丸となって対策に没頭したいと思いますので、各市長さん、そして町長さんのご協力、一糸乱れぬ対応策の展開をくれぐれもよろしくお願い申し上げたいと思います。そして現在のところですね、まず医療福祉関係の皆さん、本当に大変な日々を送っています。そしてまたさらにそれに加えて松山市の左高重のクラスター発生に伴って福祉施設の関係者の振動が非常に大きなものとなってきているというふうに思いますので、そのあたりの配慮をそれぞれの地域でくれぐれもまずよろしくお願い申し上げたいと思います。まずですね、そうは言っても今国はですね、大変混乱していると言わざるを得ない状況にあるようです。いろいろ国会議員もいろんなところを知っている限り電話してみたんですが、緊急事態宣言について、よくどういう経緯で出たかというのがわからないと、あるいはその給付金の問題、おとついまで30万円の給付、それが昨日で10万になり、今日になって手上げ方式だというようなことで、これもまだ決まっていないということでありますから、混乱しているというふうな前提で地方で頑張るという意思をさらに高める必要があるというふうに思います。そこで緊急事態宣言を受けてまず皆さんと共有したいのが愛媛県全体の状況とそれぞれの地域の状況を皆さんと共有させていただきたいと思いますので、まず説明させていただきます。これ今愛媛県の全体の地図になります。白のところはまだ一人も感染者が出ていない地域でございます。で愛媛県の場合は、お医者さんから陽性を受けた PCR 検査は全て実施をしていますが、法的な義務付けはありませんけれども、濃厚接触者およびこれは必要と判断した方々についても全て陽性して検体を採取し、封じ込めの作戦を当初から展開してまいりました。その結果こういう状況なんですが、まず、色がついているところ新居浜市の場合は2例あります。4月に転勤で来られたご夫婦、この方々は接触者がほとんどいなかったんで、すでに健康観察も終了。そしてもう一つは大学で発生した、ケース、こちらに帰ってきて大阪の方で大学で、クラスターが発生しましたけど、この方もすでに健康観察が終了して、このケースから感染が拡大することはありません。それから、正木町、戸部町、こちらはですね、外国から来られた友人の県外から来られた方と過ごしたケースですけども、この方々も、このグループにつきましても全て囲い込みが完了をしていますので、ここから拡大するケースはあります、限りなくないと思います。それから戸部町はその正木町の方のご親族の方なんで、これは小さい子供さんを預かっての感染で外に出てませんから、ここから拡大するという可能性も低いと思います。で問題は、松山市と愛南町でございますけれども、愛南町は県境を越えた宿毛市あたりでも
かなり多くの患者さん陽性確認がされておりまして、まあ、これ一体の検疫ということで特に注意をしていただきたいエリアでございます。すでにこれそれぞれの事例は各市長さんや町長さんと直接私も連絡させていただきましてお願いをしていたところでございます。それから松山市は特に最大級注意を払っていただきたい。これはクラスターの発生、そしてまた、経路が不明、他の愛南町と松山以外は全部感染源がある程度特定できてますが、特定できないケースが、特にここ数日松山市増えてますんで、最大の注意を払っていただきたいと思います。で、実は愛媛県の医療体制も心配になってきました。県の場合はですね、重症、陽性患者を、入院していただく施設、陰圧病床も含めて完全隔離できる、完全な設備が整っているところは24床でございます。で、すでに今25人が入院して、いますので、それを超えています。ただし、陰圧施設まではないけれども隔離ができる施設を合わせると70床ぐらい、用意されています。70床はをまた今100床まで増やすような準備をしていますが、問題はハード的に70、100あっても人の手配が、お医者さんや看護師さんの手配がその時点ですぐにできるかどうかという問題も抱えていますので、本当に、厳しく見ておいた方がいいと思います。この状況を踏まえて現在県の方では民間の軽症者や無症状者を、にだけを入っていただく施設、民間の施設と2つ交渉をしてまして合意できました。で、今専門家に入っていただいて、ハードの確認、それから、マニュアルの作成、専門家の目できっちりとした爪の作業を行ってますんで、まだこの時点では確定ではありませんが、来週には、なんとかいけるんではないかなと。と同時にこれが100床ございます。それと同時に中程度の患者さんをまとめて入っていただくような病院を今探している最中で、これもなんとか実現をして、対応していきたいと思います。ということで、発症者が増えれば医療に直接影響があるということを、前市長さん、町長さんにお分かりいただきたいということでございます。5月6日まで、自分の力は一人も出すもんかという強い決意で、各市長さん、町長さん、ぜひ頑張っていただきたいと思います。以上が今の愛媛県の現状でありますから、先ほどの地図に戻りますけども全県的に陽性者が確認されている状況ではなくて、6市町にとどまっています。しかしコロナは難敵で、一度発生して気を抜くとあっという間に広がるという難敵でございます。そこはしっかりと受け止めていただけたらと思いますし、今後の5月6日までの行動によって2週間後の姿っていうのは全然違ったものになると思いますので、くれぐれもよろしくお願い申し上げたいと思います。次に、最大の今日申し上げたいことは、突如全国一斉の緊急事態宣言が国から発令されました。で、我々はこれを受けて冷静に、今国は大混乱してますから地域ではどう変わるのかということを冷静に共有していただきたいというふうに思いまして、今日急遽お集まりいただいた次第でございます。基本のところは変わりません。もうすでに先週から知事名で、3つの行動要請、うつらないように、自己防衛、うつさないように周りに配慮、そして、県外や外出の自粛、この3つがもう鍵を握ってます。これが徹底できるかできないかで変わってしまうということになりますので、これはもう県の共通用語として皆さん受け止めていただきたいと思います。全県民に対して5月6日まで徹底していただくということを、県も一生懸命情報発信しますけども、それだけでは足らない。
マスコミの皆さんにもお願いし、そして各市町でも徹底的に全県の行動、共通行動ですということで浸透をさらに図っていただきますようにお願いを申し上げたいと思います。もういろんな情報が出てますから、できるだけ簡単にしました。うつらないように自己防衛というのは、もうこまめな手洗いやうがいをすること、3つの密をもうともかく個人個人が避けるということ、うつさないように周りに入るは、もう体調悪かったらもう躊躇なく自宅で療養していただく、自宅に入っていただく、そして他の人と接するときはできるだけ距離を空けていただくという、もうこうした本当に誰でもできる細やかな行動が、防ぐ行動に結果につながります。で、県外や不要不急は特に、感染、エリア、緊急事態が出ているエリアは本当に危ないです。例えば今日ずいぶん数字が増えてましたけど、先週までは東京なんかを例にとってみると、東京都が1日にできる検査の件数は、320件で、これに東京の場合は民間の施設が入りますから数百件、そのうちに毎日200人ぐらい陽性が出ているという状況なんです。ということは、行ったらかなりの確率で感染する恐れがあるというふうに思わざるを得ない。だからこそ感染拡大エリアにはもう本当に5月6日までは行かないでいただきたい。そして、支障がない限りはもう自宅でお過ごしいただきたい。このことをどこから来るか分かりませんから、徹底していただきたいというふうに思います。さて、そこでこういった今までやったことをさらに、強化していくっていうのが基本になりますが、緊急事態宣言によって変わること、まず今回の緊急事態宣言で愛媛県にとってプラスは、大きなプラスは、これは県単位で実施されますんで、愛媛県の皆さんにも外行かないでくれと、全国それぞれの都道府県の中で5月6日までは過ごしてくださいという全国の統一行動の呼びかけになりますから、これを全部が実施すれば、県外から人が5月6日までは来ないということになります。まあ、それは不要不急の文言があるかもしれませんけども、ただ残念なことに、これに対して経済的なダメージは大きいです。で、本当はこれは国がパッケージで、経済政策も用意してもらいたいというのはずっと知事会を通じて申し上げてきたところですが、今のところ大きなところはさっき言った10万円の給付等々でございます。それと金融資制度の展開でございます。これをもう活用していくというのが今の段階でありますが、これについては引き続き、国に対しては要請を強めていきたいというふうに思っています。で、この感染拡大行動、これはですね、昨日までは私個人のお願いでありましたが、今日の時点から、法律に基づいた要請になります。そこで、昨日までは、感染拡大回避行動と言っておりましたが、緊急事態宣言回避行動と言ってましたが、今日からは特措法第45条第1項に基づく要請に切り替わりますので、感染拡大回避行動という名称に切り替えさせていただきます。5月6日まで徹底をよろしくお願いします。そして、大型、この中で一番変わるのは、この感染、県外や不要不急の外出、特に県外には行かないということ、これを徹底していただきたいというふうに思います。もちろん医療機関への通院や食料や薬品、生活必需品の買い出し、必要な職場への最低限必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など生活の維持のために必要なものには外出ということは問題ありませんので、その点よろしくお願いします。2点目、学校の問題でございます。県ではこうさっきの地図の感染、ごめんね、この全県の状況を踏まえて安全が確認されたエリアに限定して、そして県立高校の学校内における対策を一層強化しながら、子どもたちにもできるだけ一生の問題に関わりますから学習の機会を提供してあげようということで、ギリギリの判断を続けてまいりました。
この状況が変わったわけではありません。さっき申し上げたように愛媛県内で急速に拡大しているという状況ではありませんから、しかし全国一斉の宣言が出たということがニュースで流れますと、県民の皆さんの心に与える心情の変化、影響は大きいと思います。一層大丈夫なんだろうかという不安感が増幅することは避けられません。そういう状況をどう向き合うかということを踏まえて議論をしました。その結果、県立学校につきましては、来週月曜日から、県立学校はもう準備はしとくようにという指示を出してましたので、来週月曜日から県下の全県立学校について、休業に入ります。5月6日まで休業、今すでに休業している南和高校や内子高校も5月上高校か3つ、南和高校、これも5月6日まで延長をするという決定をいたしました。で、市長さん、町長さんの白いところのエリアでは小中学校の問題抱えられていると思います。どこまで準備ができているかはそれぞれの地域によって差があると思いますので、この5月6日まで休業してほしいということは要請させていただきますが、準備の状況は市町ごとに異なると思いますので、いつから休業をスタートするかということに関しましては市長さん町長さんの判断に委ねさせていただきますので、それぞれの教育委員会と速やかに議論をしていただけたらというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。そして3つ目、県下のすべての県管理施設、速やかにもうすでに閉館をいたしました。これも5月6日まで閉館ということで徹底を図りたいというふうに思います。次に5つ目、イベント関係でありますが、これまでは自粛要請を任意で行っておりましたが、こちらの要請も特措法第24条第9項に基づく開催自粛要請となりますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。なおこれは変更点ではありませんが、接待など飲食を伴うお店への行き来については、これは全国統一、国の法律に基づいての全国統一の国からの要請となっておりますので、その点もご理解いただきたいというふうに思います。最後に事業者の方々の関係でございますが、まず県では現段階では非常事態宣言を行った都市のような状況とは異なっていますので、先ほど申し上げた通りでございます。県内の状況ですね、検査数751人、感染者41人、入院25名、軽症23名、重症2人、残念ながらお亡くなりになられた方がお2人、退院のされた方も14名、これが今の全体像でありますので、休業要請はこの段階では行いません。ただ、開かれるところに対しては3つの密、密接密集密閉、これはもう事業者の責任で絶対作らないように、要請をいたします。そして会社関係も先ほど申し上げたように、県外、県への出張、それから招聘、外からこっち来てくださいよっていうのも自粛をいただくように、取引先にも徹底するよう各団体に通知をさせていただきました。またテレワーク、時差出勤、在宅勤務、さらにできるかどうか、これはケースバイケースだと思いますけれども、各企業で検討いただきたいという要請も出しております。そして、この全国的な緊急事態宣言が出されたことによって当然人の移動が減少します。経済に与える影響も大きい状況にありますので、国には無利子の融資制度ができていますけれども、これは非常にまだ政策金融公庫が行うことになってますが、人員が少ないんで、処理がなかなかできないという状況が続いています。
で、これは知事会を通じて民間金融機関でもできるような体制を取るよう国に強く要請してその方向で動いてますが、まだ実現には至ってない段階です。で、この制度とは別にそれでも足らないということを踏まえて県独自の融資制度を構えておりますが、これまでは県は保証料について全額負担というふうにしておりましたけれども、金利分についてもこの際大変厳しいという状況なんで、これは市町とも相談させていただきたいと思います。県と市町連携して金利負担分は全額見たいというふうなことで検討をしたいと思いますので、この活用もこの急場を乗り切るための資金需要に応えるために重要になってきておりますので、よろしくお願い申し上げたいというふうに思います。私の方からは以上でございます。各市長さんの方々で何か報告事項ご意見等ございますでしょうか。はい、内容ですので、それでは一致団結して、はい、やっていきたいと思います。最後に本当に僕は県政の中で一番重きを置いてきたのが基礎自治体との連携でございます。皆さんともいろんな場面で、これまで一緒にやってきたことが、自分にとっても大きな力になりました。そして、今回ですね、この緊急的な事態を迎えて、愛媛県ではこの結束力を持って乗り越えるんだという、本当に、正念場だと思っています。どこよりも早く収束に向かった道筋をつけるんだというふうな意気込みで頑張りますんで、それぞれの町でも我が町からこれ以上一人も出さないぞという、強い思いで、一緒になって臨んでいただき、チームワークで乗り越えたいと思いますんで、どうぞよろしくお願いいたします。以上で終わります。ありがとうございました。